クロウンワンチャオ国立公園は、タイの国立公園の一つ。クロウンワンチャオ国立公園は、特に、タイ国でも、有数の広大な森林地帯、西部森林地帯に位置する。公園内の森林は、落葉樹根降林や、常葉樹林などで、双葉がキリン、松林なども存在する。インドゾウ、ヤギ霊ウなどの東南アジアで、代表的な動物を見ることができる。 また公園内には二つの温泉がある。ナムトック、タオダムは公園内の同じ場所にある三つの滝の総称である。特に美しいとされるのが一番高いところにある滝で270メートルある。公園内で最も奥地にある滝の一つで 4WD のみで行くことができる。50摂氏70度の温泉。タオダムから1.5キロの地点にある。サンバー、ホエジカ。 イノシシの溜まり場にもなっている。ナムトッククローンワンチャオは、クローンワンチャオにある滝。高さは60メートルで近隣では、水浴やキャンプをすることが可能。溶が地上に吹き出しているスポット。同時に、温泉も湧き出しており、近隣で水浴が可能である。ナムトッククローンサモを送るワイは滝で、細く分岐した滝があり、小さくも独特の景観を見せている。 ありがとうございます。